だが、都市伝説ハートが作れる世界でサバイバルをしていく。特定のボスを倒したり儀式を行うことで都市伝説のハートをゲットできる。またそれに伴いチート能力も得ることができる。都市伝説ハートが面白そうだと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。ウォーターチャレンジのマイクラ本が好評発売中。スペシャルブックも発売中。購入は概要欄から。いやみんな、つまない先生だ。ということで今回は都市伝説ハートが使える世界でエンダードラゴンを討伐していくてなわけで、もう気づいてると思うけどハートがねすごいことになってるんだよね。ただこれね、かっこよく見えるんだけど実際の耐久値は1なんだよね。だから一発でも攻撃をもらったら死ぬ。というわけで早速始めていこう。すまない。うわジャイアントアレックスだね。さあ雷とともに、はい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 、まず1個目の都市伝説ハート、ジャイアントアレックスハート。すまない。おお来た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 。ジャイアントアレックスハートを取ったから耐久値がね1増えたプラス僕のね巨大なすまないハートが増えた。であとね、今回はハートをゲットするためにこんな感じでねチートアイテムをねゲットすることができるということで、すまない。はい、こんな感じでね、ジャイアントアレックスが地面を潰すかのようにブロックを壊せるアイテム、これはねなかなか便利だな。ただ耐久値がねまだ1しかないから他のね都市伝説ハートを集めていこう。でね、他の都市伝説ハートに関しては儀式をやる、もしくは敵を倒したりするとゲットすることができるということで順番にゲットしていきたいと思う。それではね、いつものごとく作業台を作って剣と鶴足を作ると。あ、てかさ、これダメージ入るのかな。すまない。あ、ダメージは入らないのか。でもこれで逃げられないからすまない。それではね、次に集めていく都市伝説ハートは村人のハートだね。まあ今回フィールド上に目の白い村人がね登場するから、そいつを倒すことができれば都市伝説ハートをゲットできる。待った。おい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 、ジュークボックスいるじゃん。生きたジュークボックスがね近くにいる。でおお、嘘でしょ。2体いる。やばいやばいやばい。ちょっと待って、これ警戒しながら行かないと。3体。であとね、今回普通にボスキャラがねフィールドに湧くんだけど、まあそいつを倒しても都市伝説ハートがゲットできるけど、まだちょっと倒すにはね厳しい体力だから、まずは村人を探す。あ、待て、よーし、危ない危ない危ない。とりあえずね、村見つけたからこれ一旦寝た方がいいかもしんないな。さて、とりあえずね、待った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 、ヘロブラインいる。あー、でもね今回ヘロブラインなんだけど、近づくと消えちゃうと。あいつを倒してもね都市伝説ハートもらえるんだけど、今遠距離武器がない。ちょっと待って、やばいやばいっすね。やばいっすね。一発射抜かれたら終わり。さあちょっと一旦入って、あっぶれー。さあちょっとね、夜は危険すぎるので遊ばない。ありがとう、ありがとう。さあ朝になったからもう大丈夫でしょうと。じゃあね、ちょっと目の白い村人を探していくんだけど、村にいるはずだからね、どこだ、いるか。ここには、ああれどうだ、目白かったりするんじゃない。あ、違うか。さて、あった、今いなかった、今目白くなかった。待って、後ろにさスケルトンいるのやばすぎ。さて、あ、どうも。攻撃来た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 。さあいたということで、攻撃はあれしてこない。あ、倒しちゃっていいのか。あ、やれるやれるやれる。さて、うわー、ちょっと、ちょっと、うわ、どうでしょう。今急に攻撃しようとしたよね。危ない。ちょっと油断せず行こう。殴って、あ、おー、ちょっと待って待って、お前急に挙動がおかしい。さて、うわー、ちょっと、あ、だだだだだだだ、うわー、あぶねえ。あ、でもね、都市伝説ハートをゲットした。てなわけで、よーし、オッケー。さあ、これでね、都市伝説ハート2つ目、村人のね、ハートが手に入って、ようやく2つだね。さあ、今ね、ハートをゲットしたことによって、このね、チートアイテムをゲットしたから、早速ね、使っていきたいと思う。いいか？すまない。なんか、村人さんと踊った。すげえ、
いきなり夜になった。あ、なるほどなるほど。これもう一回やると、はい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 、なるほど。朝とね、夜を自由に切り替えられるアイテム。いや、これはね、地味に嬉しいな。夜の心配がない。さて、じゃあ次はね、エンティティ303ってやつの都市伝説ハートを集めていこう。でね、次のハートをゲットするためには儀式を行う必要があるんだよね。で、その必要な素材が大釜、水バケツ、ゾンビ肉、火薬、そしてウサギの皮と5個のアイテムが必要だからね。今からそれを集めていこう。さあ、一旦ね、パンを大量に作っていくと。オッケー。さあ、バケツを作るためには鉄が必要だからさ。オッケー。さあ、まずはバケツ作って1個目の儀式素材は完了。そんなね、儀式にはゾンビ肉と火薬が必要だから、さっきゲットしたね、このアイテムを使って、はい、一旦夜にすると。オッケー。これでね、ゾンビとクリーパーが出現するようになったから倒していきたいと思う。待って、ヘログラインいるけどね、今弓とか持ってないから倒せない。さあ、クリーパー、これはクリティカル攻撃で倒せるかどうか。ストライク、オッケー。あ、でもね、火薬落ちないか。さあ、クリーパー3兄弟、ストライク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 、オッケー。さあ、火薬ゲット。あとはね、ゾンビ肉が欲しい。さあ、ゾンビいるけど、ちょっとスケルトンいんの怖いな。ストライク、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 オッケー。ゾンビ肉ゲットってなったら、すぐさまね、これ花火を打ち上げて、さあ、頼むよ。オッケー。しかもね、さっきから地味にジュークボックスがいるってなってるんだけど、多分地下かな。地下だから遭遇しない説ある。いや、今遭遇したら絶対やられる。でね、あと必要なのが大釜とウサギの皮だから、ちょ、一旦先にね、大釜を作ろう。あっと、ゾンビ怖。でね、大釜の作り方としては鉄が7個必要。いや、結構贅沢に使うんだよな。それはね、石のつるし作って鉄を回収していこう。さあ、1個目。あ、でもね、今回せっかくね、このアイテム持ってるから、ちょっとね、一旦壊しまくってささっと鉄見つけちゃおっか。あ、いいじゃんいいじゃん。石炭はね、集めておいて損はない。あった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 。さ、完全にプランチマイニングみたいになってるんだけど、さ、これ結構ありそうだぞ。それではね、一旦かまど作って鉄を焼いていこう。ついつい。さあ、鉄を回収して、さあ、レギンスとは逆向きで、はい、大釜の完成。あとはね、ウサギの皮を集めれば儀式を行える。さあ、壊れかけのネザーゲートを発見したから、ちょっとこれ中身はさない。あ、しかしいいね。あ、待って、しかもね、砂漠があるから、これでね、ウサギの皮をゲットしよう。いた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 。さあ、ウサギさんはね、すばしっこいけど、捕らえて、ストライク、セイ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 。よーし、あ、落ちないか。待って、きたー、ウサギの皮ゲット。あ、しかもね、ちょっと夜になりそうだから、一旦村人を打ち上げて、これで、はい、朝にしていこう。よしよしよし。じゃあちょっとね、儀式の準備をする。それではね、水をすくって大釜を置く。で、水バケツをここに入れる。で、このね、水バケツの中にこのね、3つのアイテムを入れると儀式が始まる。それじゃあいくぞ。おおおおおお、来た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 。さあ、残り2つ、ストライク、2つ目入れて、これでラスト、ストライク。さあ、どうなる。え、待って、ちょっと画面バグってる。え、あ、レンティ303からの、さあ、これで3つ目の、はい、都市伝説ハート。あ、待って、何これ。なんかね、めっちゃ強そうなね、カマをゲットした。さあ、これは、え、待って、え、やばい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 、しまって、このカマさ、え、ブロックも破壊できる。うわー、すげー。しかもね、手元に戻ってくるプラスブロックもドロップするということで、かなり汎用性が高い。あと、これ当然多分ダメージも与えられると思うんだけど、ウサギさんにすまない。あー、はい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 、もちろんダメージも取ると。いや、これめっちゃ便利な武器。それじゃあね、次はブラッドゴーレムの都市伝説ハートをゲットする。で、ゲットの仕方なんだけど、鉄ブロック4つとレッドストーンブロックがね、1個必要だから、鉱石を集める。さて、あ、待って、ここにゴーレムがいれば鉄がもらえる。すまない、当たってる。すまない。さあ、強いな、このカマ、マジで。
さあ、ゴーレムを、あ、待って、ゴーレム2体いる。よし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 。この2体からね、鉄もらおう。すまない。さあ、ゴーレムを解放したことによって、ピリジャーと戦ってくれる。オーケーオーケー。サンキュー。え、待って、え、3体いるんだけど。え、そんなことってあんのこれ。すまない。さあ、3体解放。それではね、あとはゴーレムを倒して、鉄をいただく。オーケー。じゃない。さて、これで鉄が11個、鉄ブロック4つ作るためにはね、36個の鉄が必要だから、一旦また鉄取りに行くか。さ、鉄発見。鉄発見したら即ね、こうやってね、投げれば、オッケーオッケー。やばすぎるだろ、これ。めっちゃ便利。いいねー。これ、マジで神アイテムだな。さ、どんどん鉄が手に入る。さあ、大量に鉄あるからね、がっぽりいただいていこう。あ、これ簡単に集まるね。あ、てこれ超使い勝手がいいな。さあ、鉄がもう、え、待って、40個。そしたらね、ちょっとかまどをまたちょっと大量に作って、かまどで焼いていこう。さあ、鉄回収。やばいな、超簡単に手に入ったわ。さあ、これでね、鉄ブロックが6個作れるけど、4つでいいから、これで OK。 そしたらね、ちょっと盾も作っとこう。ただでさえ耐久値少ないからね。オーケー。そしたらね、次はレッドストーンブロックだから、レッドストーンを探していこう。さあ、見つけた。あとはこれ投げるだけで、はい、もうゲット。一旦ね、レッドストーンブロックもすでに作って、さあ、これでね、ブラッドゴーレムがね、呼び出せるようになったんだけど、ブラッドゴーレムを倒さないとハートはゲットできないということで、一旦広い地上に行こう。はい、というわけで今地上に来たからね、はい、ブラッドゴーレムを召喚していこう。さあ、こいつをね、召喚したらバトルが始まるから、こいつを倒せ。さあ、来るぞ。勝てるか。体力3しかないから、まあ、できるだけね、食らわないように。さあ、鎌投げて、ちょ待って、こいつちょっと瞬間移動してくる。さあ、投げて距離を詰めてくるよね。わー、怖い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 。そのさ、急に瞬間移動してくるやつ、まず怖い。うわっ、やばい。死ぬ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 。さあ、ちょっとガードして耐える。さあ、距離取るけど近づいてくる。投げる。オーケー。おお、意外とね、体力はなかった。さて、4つ目の都市伝説ハート、ブラッドゴーレムハート、いただきます。よーし、やっとね、体力が4になった。さて、ある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 、ブラッドゴーレムのアイテム。さあ、ちょっとね、使ってみるか。すまない。おっと、あ、はいはい。うわー、これね、近くにいる敵に対して、おーほー、なんか連打攻撃ができるっぽいね。さあ、近づいてきたら、え、強っ。はい、そしたらね、次はヘロブラインハートをゲットしに行こう。ちょうどね、この鎌をゲットしたから、今だったら倒せるはず。いたいたいた、ヘロブライン発見。さて、近距離戦はね、このね、技で倒して、あ、今村人いたな。あれは多分敵の村人。さ、この鎌を投げて、危ない。もっと当たって、あーち、当たってる。さあ、ヘロブラインハートをゲット。あ、待って、ヘロブラインのアイテムをゲットした。さあ、これってか、ジュークボックスを送れ。相変わらずね、姿は見えないけど、あ、待って、あ、ヘロブラインか、どっかにはいるはず。さあ、ちょっとね、このアイテム使ってみるか。すまない。お、え、レジスタンスに攻撃力10。いや、10はやばい。しかもね、ファイアレジスタンスもつく。ってことは、これパンチ、あー、パンチで豚さん倒せる。さあ、今日一のね、このチートアイテムをゲットしたから、この能力があれば生きたジュークボックスも倒せる。さあ、結構ね、探してるんだけど、意外といないな。待った、いた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 。さて、待て、これ気づかれた。やばい、気づかれた。だったらね、ヘロブラインの力で、さあ、これで、待て、レジスタンス10ついてるからダメージ食らわない。さあ、殴る。つまり、うわー、パンチの威力がやばい。さあ、これで一気に倒して、ストライクストライク、よー、いやー、ちょっとね、このヘロブラインのアイテムが強すぎる。
正直ね、これだけでやっていける感はあるけど、さあゲットして、ギャーッ。さあハートがいよいよ6になって、あ、このアイテムは生きたジュークボックスのアイテムをゲット。それではね、ちょっと試しに使ってみるか。すまない。お、待て、え、なんか襲ってないか。クリーパー倒そうとしてるよね。あ、でも全然攻撃当たってないよ。ちょっと待って、頑張って頑張って。あ、食べたのか今。生きたジュークボックスがね、クリーパーを倒した。え、ダイヤあるじゃん。よし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 。どうやらね、この生きたジュークボックスは敵を倒してくれる味方モブっぽい。さあこれで、ね、来ない。オッケー、ダイヤモンドゲット。わー、めっちゃダイヤある。でね、今回後々星伝説ハートをゲットする際に使うね、ブラッドゴールドインゴットってのがね、どっかに出現してるから、今からそれを探しに行く。さあぶっ壊して、まあ出現率としてはダイヤぐらいだね。あった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 、これ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 。さあ壊すと、さあゲットしたぞ、ブラッドゴールドインゴット。これをね、ヘロブラインに投げつけると、ブラッドヘロブラインの都市伝説ハートが手に入ると。ただね、次にゲットする都市伝説ハートはサイレンヘッドだね。でサイレンヘッドはネザーに出現するから、今からネザーに行く。あった、いた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 、サイレンヘッドいたな。待て、はいはい、なるほど、そのソニックウェブみたいな飛ばしてくるのね。危なっ、ちょっとそれはかなり危ないな。え、待って、2体いるじゃん、これちょっとまずいな。カマをね、うわーやばいやばい、ちょっとね、直撃した。ヘロブラインの力使って近づけ。さあダメージ、うわーって、やばいやばい、ちょっとね、落とされたけど危なかった。今ヘロブラインの能力がなかったら絶対に死んでた。あ、てかさ、今こそあれじゃないか、これリビング、あ、なんか2個持ってるし、なぜか2個持ってる。これ使った方がいいんじゃない、生きてるジュークボックスの攻撃力を。さあ、いた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 。さあ今度はね、このね、生きたジュークボックスを使ってちょっとあのサイレンヘッドを倒していきたいんだけど、これ嫌だな、飛ばしてくるの厄介だな。はい、いけ。さあジュークボックスを召喚、え、ダメだ。ちょっとね、あの味方だと思っちゃってるのか、生きたジュークボックスがね、サイレンヘッドを狙ってくれないということで、さあヘロブラインのパワーを使って、もうこれでとどめを刺せ。さあ食らわない、殴る、そうパンチパンチ、あ、めっちゃある。さあ殴って殴って、はい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 、オッケー。はい、あったあった、よかった、消えたことだ。よー、サイレンヘッドの星伝説ハートをゲット。今ね、なんかゲットしたんだけど、これなんだ、え、うわぁ、すげえ、サイレンヘッドを出して突進してくれると。あ、これあれだな、カマより使いやすいぞ、カマの上位互換。いや、これいいな、サイレンヘッドね、歩かせて、危ない、ちょっと足元注意だな。そしたらね、エンダードラゴンと戦うためにはブレイズロッドとエンダーパールが必要だから、一旦その2つを集めるか。はい、というわけで、エンダーパールもね、無事に集まったから、これで、はい、エンダーアイを作ると。で、これでね、エンド要塞に行く準備は整ったんだけど、まだね、ゲットしてない都市伝説ハートが2つあるから、ヘロブラインにこのね、ブラッドゴールドインゴット、これを投げるとね、8個目の都市伝説ハートがゲットできるということで、ちょっと探していこう。待った、いた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 。さて、あいつにブラッドインゴットを投げつけることができれば、8個目のね、都市伝説ハートがゲットできるんだけど、まあ近づくとね、あいつ消えちゃうから、上から行こう。さあこれでね、ようやく真下に来たということで、あとはね、このブラッドゴールドインゴットを投げれば、あ、気づいてるね、できた、すまない、来た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 、佐藤来た、さあゲットする、オーケー。さあ8個目のね、都市伝説アートで、残すはあと1個だけでね、今ちょうどアイテムゲットしたんだけど、これ使うと、はいはい、なるほど、ファイヤーチャージをね、30連射ぐらいしてくれると。さあそしたらね、今8個のね、都市伝説ハートが集まったから、ラスト1個、ルナムーンの都市伝説ハートを見つけに行こう。
待て待った、いた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 。さあルナムーンがいたということで、ちょうどねこのブラッドエラブラインの能力で当たるかな。あ、当たってる当たってる。さあこれでねルナムーンを倒せば最後の都市伝説アートをゲットできるぞ。さあどんどん撃って撃って撃っていけるぞ。さあマブロケルナムーンを倒せる、いけ、どうだ、よーし。さあルナムーンを倒したということでハートがあるね。よし、じゃあこれを取ればハートが完全に完成する。いいぞ、すまない。うわあ、待て、僕のね見た目も変わったプラス、あ、スピードアップ、攻撃力アップ、ファイアレジスタンス、しかもこれゲットして、はい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 。さあまずねルナムーンのアイテム使って、やばい、これはチートだな、空飛べるようになった、はい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 。あとねこのハートを揃えたことによってゲットしたこのアイテム使うと、すまない、お、ビームってやばすぎ、こんなねちっちゃいビームだけど当たると威力がえぐい。これでスパイク、いいね、オーバーパワーだな。さあこれでねまずエンドクリスタルを全て破壊していく、ラスト1個、オーケー。さあ、あとはねエンダードラゴン倒すだけなんだけど、せい、当てたいか、当たるかな。いやこれね当てるの意外とむずいかもね。殴れ、これが一番強い。さあベタ打っていけるぞ。さあここまで来たらもう連射、連射して当たるか、当たっている。でもね思ったほどね見た目ほどのダメージはないね。さあぶっ放してぶっ放して、当たれ当たれ、いい感じ。さあ大爆発を起こして、ちょっとあまりの重さに処理が間に合っていないが、ペロブラインの能力でパワーアップ、あと一発殴れ、殴れない、スイッスイッ。さあラスト、よーし、オッケー。はい、ということで正直ね最後はねめちゃくちゃ余裕だったというわけで、無事ねエンダードラゴンを倒せたということで、今回の動画以上だ。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。よかったら他の動画も見ていってくれ。積み重ねてぶっ壊せ僕、なくせないぜ自分。